ということで、ここからプレゼントの紹介をしていきたいんですが、その前に一つ、まあこのね四半世紀経って一つ、まあ、これまで25年間の集大成のギャグを思いついたので、それを皆さんにお伝えしないとなと、今日のためにすごく考えてきたので、こちらをお聞きください。よろしくお願いします。はい、まあね、今回25歳ということで、四半世紀ね、私生きてきたということなんですけれどもね、はい、こちらね、ケーキということで、はい、まあ、さっきね、市販のケーキを買ってきたんですよね。四半世紀の市販ケーキ、はい、ということで、プレゼントの紹介していこうかなと思います。よろしくお願いします。よし、決まったね。いや、25歳いい滑り出しじゃないですかね。え ?4 点あれ、きつくない ?365 分の1だよ、今日。バフがかかってる日だよ、私に。え、いや、ここ切り抜ける。待ってくださいよ、デジタルタトゥーって。いや、でも、え、上手くない?めちゃくちゃ。感動したっていいんだよ。実はね、こういう風にコメント欄では言いながら、画面の向こうではもう感動のあまり涙を流している視聴者で、今もう埋め尽くされてるから。わかる。はぁ、どういう人生を送ってくれば25年間でこんなギャグを思いつくんだ。もう悔しくて泣いてるでしょ。わかってる。私にはもうありありと見える。だってこれ思いついた時、あ、絶対配信で言おうと思って。ずっと撮っといた。今日のために。え?最近通りで寒くなってきてるわけですね。あ、なんかさ、今日さ、東京全域で、雷が鳴ったり、雹が降ったり、なんか、異常気象らしいですよ。もう絶対原皮のせい。ごめん。ごめん。マジで。もう中途半端な時期に異常気象ですから。そう、なんかね、大変らしいですよ。皆さん気をつけて。やるか。お待たせしました。ごめん。いや、一応考えてきたんだって、いろいろ。はい、まあ、ここまでで私の出し物は終わりでございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。